エピソードナンバー12、裏切り者。廃校の出入り口を塞ぎ、北条さんと間宮さんを見送って、八重樫くん久々。押す。相川さん。ミイラ保管区画に忍び込むと、約束していた通り八重樫くんがそこにいた。来てくれたんだね。そりゃ、来ますよ。八重樫くんの返答にホッとする。八重樫くんは素直な好青年で、簡単に約束を破るような人じゃない。それを知っていたからこそ、私は彼を協力者に選んだのだ。じゃあ、早速ミイラを運び出そうか。いつ人が来るかわからないし、手早くやらないと。ミイラを運び出すために準備した脆い木箱を横穴から引っ張り出す。箱詰めを始めようとミイラに手を伸ばすと、そのことなんですが、私の伸ばした手を八重樫くんが掴んだ。どうしたの？八重樫くんの手をやんわりと振りほどき、彼の顔を覗き込む。大切な協力者である彼の話を聞いてあげたい気持ちはあるけれど、今はちょっとタイミングが悪い。八重樫くん、急がないと。相川さん。八重樫くんが顔を上げた。声は潜められているけど、その目はギラギラと光っている。俺はミイラの捏造について自白しようと思ってます。え、切羽詰まった様子の彼から告げられた言葉は信じがたいものだった。どうして急にそんなことを。私に協力してくれるって、国木田教授のために頑張るって言ってくれたじゃない。俺が頑張るのは国木田教授のためじゃない、相川さん、あなたのためだ。八重樫くんがぐいと距離を詰めてくる。俺はあなたのことが好きだった。いや、今だって好きなんです。え、驚く私を見て八重樫くんは悲しそうに笑った。やっぱり気づいてなかったんですね。ごめんなさい。いえ、いいんです。理知的なのに純粋で、自分に向けられる行為に疎い、そんなあなたを俺は好きになったんですから。だからこそ俺は歪んでしまうあなたをこれ以上見ていられない。どういうこと？歪む？何のことだろう。八重樫くんの気持ちに気づかなかったことは申し訳なく思うけれど、歪んでいるとまで言われることじゃないはずだ。私は歪んでなんかいない。私はいつも私の正しいと思うことをやってきた。捏造は悪いことかもしれないけれど、この捏造は国木田教授のためになること。ただの捏造じゃない、愛のある捏造だ。八重樫くんだってそれを理解していたから私の協力者になってくれたはずなのに。私は八重樫くんを信じていたのに裏切られた。頭の中から声が聞こえる。許せない。これは私自身の声だ。俺の気持ちに答えてほしいとは言いません。だって相川さんには他に好きな人がいますよね。私の変化に気づきもせず、八重樫くんはずっと一人で喋っている。だったら何だって言うの。もう八重樫くんのことを信用はできない。一歩引いて彼を見ると、八重樫くんはまた悲しそうな顔をした。そういう顔をすれば私がほだされるとでも思ってる。だとしたらさらに許せない。バカにするのもいい加減にしてほしい。相川さん、もう捏造なんてやめましょう。そんなことをしても国木田教授は喜ばない。それは八重樫くんが決めることじゃない。相川さん、お願いです。目を覚ましてください。目を覚ましてください。それはこっちのセリフや。八重樫くん、一旦落ち着いて。まずはミイラを隠してから。仮に。大声で私の言葉を遮って、八重樫くんの拳が作業台を揺らす。仮に国木田教授がミイラの捏造を受け入れたとして。八重樫くんの目がまたギラリと光って、あなたが僕の気持ちに応えないように、国木田教授だってあなたの気持ちには応えませんよ。うるさい。告げられた言葉に怒りで視界が赤く染まった。何を言って。ふらついた私の手に硬いものが触れる。出土品の一つということになっている両面宿儺の剣だ。
剣の束を握るとぶわりと体に力がみなぎる。あ、そして私は今やるべきことを直感的に理解した。八重樫君は信用できない。八重樫君は裏切り者だ。八重樫君を生かしてはおけない。殺してやる。脳内にまた自分自身の声が響いた気がした。殺してやる。